ね、私がっていうのは、あかねってこと？これ。これ何？あかねが今まで送ってくれてたってこと？ただそれだけのことだ。ではどうして私は異なる歴史のことを知っていたのか？今ここに二股の分かれた川があるとする。人の字を考えてもらうと分かりやすいだろう。当然のごとく川は上流から下流に向かって流れる。決して逆向きに流れることはない。情報も同じ。常に過去から未来に向かって流れ逆流することはない。だから川上にいる人間は川下のことを知ることはできない。また一方の川下にいるものはもう片方のあ、もう一方の川下のことを知らない。それはそうだよね。これあれでしょ。要するに選択肢 A、B。だから、それぞれのことは知らない。ルートは分かされてしまったみたいな感じだよね。けれど私にはそれがわかる。形成場を介して川下の情報を知ることができるのだ。え、私って誰？これ、あかね？ゼロ。二股に分かれた。あ、いや、ゼロか、これ。あかねじゃないか。川下 B のことも私には分かる。何その能力は その超絶な能力は何ですか？ A と B にいる人たちは、それぞれお互いの川下のことは知り得ないのに。さて、ところで私とは一体誰なんだろう？私は私。英語で言うと I。9番目のアルファベット。はい。であると同時に、私は0でもある。はい。いや、正確に言うと、今の私はまだゼロではないので、ゼロ未満ということになるだろうか。私は未来のゼロ。今から9年後、私はゼロに。え、どういうこと？誰？俺は、壁の一点を呆然と見つめた。紫、茜。彼女は一体どこに行ってしまったんだろう。と次の瞬間。サンタ。響き渡った四つ葉の声。未来のゼロ。9年後にゼロになった。誰だ？振り返るとそこには、動くな。リボルバーを手にしたサンタの姿があった。どうやら目を離していた隙に、レッドの下から抜き取ったらしい。その銃口は今、一宮の頭にピタリと添えられている。立て。サンタは一宮の襟首をつかむと、強引に彼を起き上がらせた。一宮の顎のあたりに銃口を突きつけたまま、じりじりと下がっていく。もはや気力をなくしてしまったのか、一宮は抵抗する素振りさえ見せない。徐々に遠ざかっていく二人の姿。その行く手には、ぽっかりと口を開けたゲートが待ち構えていた。何を企んでるんだ？混乱の極地に陥りながらも、俺はどうにか声を絞り出した。サンタが冷たく答える。俺はサンタクロース。あいつの願いよ。やっぱ茜がゼロか。あいつの願いを叶えてやる。サンタクロースとして。それが最後の言葉となった。サンタは一宮を引きずるようにしてゲートを出て行った。直後、そんな気がしました。何がしたいの結局。だとしても、それを閉めるであろうことは何だろう、想像ついたが。焼却炉の中には5人が残された。ニルス、四つ葉、セブン、ヤシロ、それから俺の5人だ。痛みが引いたのか、セブンは頭を振りながらゆっくりと立ち上がった。その姿を横目に見ながら、俺は扉に向かって飛びかかっていった。開けろと。無駄だとは思いながらも圧力をかけてみる。ダメだ、やっぱり開かない。え、焼くつもり？サンタ、まさか我々を閉じ込めたってこと？みたいだね。サンタの野郎、一体何を企んでやがるんだ。まさかなんだよ。この状況から考えて、これからサンタが行うことは一つしかないだろう。あ、なるほど。ここに危機を与えて、きっとひらめきか。で、その携帯形成場を介して、っていうこと？俺はくるりと振り返り走り出した。でも結局、この9番のナンバリングとか超えないと、これは出れないだろう。
他の4人もバタバタと後を追ってきた。扉の左手にはレッドが取り付けられている。俺はそこに向かって手を伸ばし、しかしその手をすっと下ろした。ダメだ。ダメなんだ。ここにいる5人じゃ9の扉は開けない。なるほど。じゃあ一体どの組み合わせなら。すると、不意に四つ葉が言った。ちょっと計算は四つ葉に任せようか。じゃあ。四つ葉はペンを握りしめて手帳を開くと、そこに素早く足し算の式を書き始めた。やがてその手が止まる。刹那、四つ葉の表情がにわかに曇った。あ、やっぱ。かと思うと彼女は突然そのページを破って、何?くしゃくしゃに丸めてしまった。おい、何やってんだ、四つ葉。はずれ。セブンは強引にそれを奪い取った。破られたページを広げるセブン。なんだなんだ?なんて書かれてんだ?お!ニルス、四つ葉、純平、セブン、あ!ヤシロ。そんな。これ以外の組み合わせはねえっていうのか。俺とセブンはヤシロの方、珍しくヤシロが余るという。彼女はすでに察して、いたらしく、ふっと悲しげな笑みを浮かべて見せた。セブンといい、ヤシロといい。お前らってやつは、いいわよ。行きなさい。ヤシロ。そんなことできるわけないだろ。あら、意外ね。厄介払いができてせいせいするんじゃないの?バカ野郎。セブンはいきなり怒鳴りつけた。驚いて身をすくめるヤシロ。お前がいないと。お前がいないとな。困るんだよ。セブンは視線をそらして呟いた。困る?ああ、そうだ。おめえみてえな悪い奴がいねえと、俺の商売は成り立たねえからな。え?とにかくお前を置き去りにするわけにはいかねえんだよ。セブン。もちろん俺も反対だ。私も。僕もだ。ふ、バカな連中ね、まったく。なんていうか、みんなね、なんかお互いにお互いを心配し合う仲にはなったから。置いてけないよな、もう。そんな強がりを言いながらも、ヤシロの目にはうっすらと涙が浮かんでいた。ただ、ただ、どっちにしろ扉は開かないんじゃないかな。4人で認証したとしても。なんで?え?どうして?一宮のことを思い出してくれ。僕は目が見えないけれど、あの時一宮がレッドにしがみついて何をしていたのかぐらいはわかる。ああ、そういえば。ああ。開かなかったな、そういえばな。あれはでも9番のあの久保田のバングルナンバーが実は9じゃないっていう、そういうオチだと思ったんですけど、私と八代と久保田のバングル、数字コマ間違いなく9になるはずだ。なのになぜなんだ。どうして開かない。一応試すだけでもしといた方がいいんじゃないかな。あ、開けてみます？そう。みんなで、やって、3、4。これで本来は開くはず。開かない。これやっぱ9じゃねえんじゃねえのこれ。9番のバングルがね、ちゃんと動くということを仮定したとしても、おかしいですよね。これ、ね、9になるはずなのに。ほんとだ。開かねえな。開かねえな。9年前には確かに開いたはずなんだけどね。数字コンが9になれば。何か設定が変えられてるってことか。かもしれないね。もはやどうすることもできなかった。他に出口はないのだ。天井は高く、9年前にセブンが姿を現した穴になんて届くはずもなかった。俺たち5人は9と書かれた扉の前に佇み、ただなすすべもなく、途方に暮れるばかりだった。私って何なんだ?見ていた。あの目に映るもののすべてを見ていた。あ、彼の目に映るもののすべてを見ていた。私は聞いていた。彼の目に映るもののすべて?純平ってこと?
だからいろいろ、その、教えることができたってことかな。その、順平の目に映ったものすべてを、その、この人間は見てて、で、それを、携帯ケースセーバーを返して、順平に送っていたから、順平は、そういう情報を入手することができたと。本来だったら、得ることのできない、情報を入手することができた。彼の鼓膜を震わせる音のすべてを聞いていた。匂い、味、肌触り。彼の五感に届くもののすべてを感じていた。私は知っていた。彼のすべてを知っていた。何を考え、何を思い、何を感じていたのか。ん？彼の心の揺らめきが私には手に取るようにわかった。私の意識は彼の中にあった。ケイセーバーを介して共鳴し、一つに重なり合っていた。順平の中にゼロがいたのかな？私は彼自身であり、同時に一人の傍観者でもあった。はい。それはけたたましい衝撃音とともに始まった。今からおよそ9時間前のことだ。私たちが閉じ込められたこの船が、爆破されたのだ。おー、はいはいはい。のなりゲームの始まりですよね。ありましたありました。一番最初だよね。彼との共鳴はその時から始まった。私のモルフは、彼の中に溶けて一つになった。彼、順平の中に。私は9年の時を隔てて、順平なんだ今の言い方。順平の意識にアクセスしてしまったのだ。9年の時を超えてってことは、9年前の、ゼロが、まあ、ゼロがってわけじゃないな。9年前の人間が、なぜか順平にアクセスしたと。とはいえ、完全に自我を失ってしまったわけではなかった。私は2つの現実を同時に生きていた。1つは現在の現実で、もう一つは未来の現実だった。例えるならそれは1枚のスクリーンに2本の映画が同時に映し出されているようなものだった。それらは混濁し、融合し、境目は半然としなかった。それでも意識を集中しさえすればどちらか一方に焦点を合わせることができた。だから私はすぐ目の前で何が起こっているのかもはっきりと認識している。さあ、こっちだ。はい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 。兄の葵が叫んだ。あ、やっぱ茜か。私って言ってんのは茜なんだな。私は必死になって兄の後を追った。周りには他の7人の子供たちもいた。みんな私と同い年ぐらいの子たちだった。ほら、早くしろ。私たちは長い直線通路を駆け抜けていき、大病室へと飛び込んでいった。激しい言い争いがあった。二人の少年が取っ組み合いの喧嘩を始めた。それを見て一人の少女が泣き出した。帰りたい。帰りたいと言って彼女はわめき散らした。その少女を別の女の子が引っ叩いた。泣いていた少女の上に、殺意の灯火が宿った。ノナリーゲームが始まってから2時間。みんなの心はバラバラになりかけていた。なるほど。ちょっとやばい感じですね。その時、ライトが言った。9年後に、ニルスと呼ばれることに。盲目の少年だった。みんなちょっと来てくれ。年長者である彼は威厳に満ちた声を放った。一度は輪になって彼の周りに集まった。僕には妹がいる。とても大切な妹だ。今は9頭の方に連れ去られて一生懸命僕に情報を伝えようとしている。その妹の名は四つ葉。今日は彼女の9回目の誕生日なんだ。彼はそう言ってポケットからあるものを取り出した。それは9本の四つ葉の、ここで。このクローバーは誕生日プレゼントとして妹に送ろうと思っていたものだ。
ここに拉致されてくる前に近所の原っぱに行って積んできたんだ。みんなも知っていると思うけど、僕は目が見えない。これを9本も探すのはかなり骨が折れたよ。その思いが少しでも伝わってくれればと思って頑張って集めたんだ。9つになる四つ葉のため、9本の四つ葉のクローバーをね。あ、四つ葉って本名なの？なんか、みんな、ね、そのバングルナンバーにかこつけて適当なあだ名つけてたのに、四つ葉だけ、本当に四つ葉って名前だったの。みんなにも、離れ離れになった兄弟がいるだろ？どうかその兄弟のことを思い出してほしい。そいつらのためにも、僕らは絶対に生きてこの船を脱出しなきゃならないんだ。わかるよね？そのためにやらなければならないことは3つある。仲間を信じ、愛し、希望を抱き続けることだ。みんながこの3つを守ってくれるなら、必ず幸運が訪れるだろう。希望、信頼、愛、幸運。実はこの4つの言葉は四つ葉のクローバーのリーフワードなんだ。葉っぱの1枚1枚に意味が込められていてね。それが今教えた言葉なんだよ。さあ、分かったらこれを受け取ってほしい。誓いの印として。ニルスがそう告げると、一本、また一本と、クローバーは彼の手元から抜き取られていった。私もそれをつまんで手の中に収めた。ニルスの指先には、たった一本のクローバーだけが残された。彼は最後にこう言った。どうか忘れないでほしい。それを持っている限り、僕らは永遠に仲間だってこと。いいね。そうか、そういう意味合いがあったのか、あのクローバーは。私も含めて8人の子供たちは凛とした表情を浮かべてうなずいた。なるほど、そういうことか。だから四つ葉のクローバーを持ってるってことは、あ、じゃあサンタは今も仲間でいてくれてるんだなみたいな、そういうふうに思ったんだろうな。その後、私たちはの、船内を駆けずり回り、何枚かのナンバリングドアをくぐり抜け、ついに9の扉がある部屋へと達した。同じような感じだね、礼拝堂。9の扉は2枚あった。私たちは二手に分かれ、それぞれの扉の先へと進んでいった。ああ、なるほど。そこからあのセブンの話につながるというわけか。やがてたどり着いた場所は、ドーム、インシネレーター。なぜかそこにも9の扉があった。しかし今度は1枚しかない。1枚しかないということは、多くても5人までしか進めないことを意味していた。どうすればいいんだ。他に扉はないのか。うろたえるみんな。その不安を煽るように。結局さ、何、ここで、選ばれし者しか助からないような仕掛けにしてたっていうことなんですかね、結局ね。18分。まあ、状況としては、最悪ですよ。なんだ？何が起こったんだ？今の放送は何？なんて言ったの？答えたのは兄の葵だった。ごくりと唾を飲んで兄は言った。この部屋が焼かれるらしい。焼かれる？表のプレートに焼却炉って書いてあった。そして今のアナウンスは焼却の開始を告げるもので。だから。いやー、助けてー。たちまち室内はアビ・キョー・キャンの、地獄絵図と化した。でもこれ、アカネの階層なんだよね。ってことは後に取り残されることになるんだよな。はいはいはい、セブンがね、凶悪な人相をした熊のような巨大な男、それは今から9年後セブンと呼ばれることになる。それも知ってるんだな。安心しろ、敵じゃねえ、刑事だよ。そっか、お前を助けに来たんだ。確かに茜は死んだが、なぜか9年後の純平とシンクロして、今までこう意識だけが生きてた。みたいな感じなのかな。その後のことはセブンが語った通りだ。
私たち4人はセブンに救出され、鈴木このダクトを抜けて脇道を滑り降りていった。なんで茜がさ捕まっちゃったんだろうね。その反対側にも両開きの扉があり、それを開いて私たちは螺旋階段へと飛び込んでいった。流行る気持ちを抑えきれずに私は先頭に立って走った。はい、続けてノナ、兄の葵、ニルス、セブンの順に私の後を追ってきた。じゃあやっぱ先頭だったんだよな。他の5人の子供たちは先に上へと行ったらしい。はい、遥か彼方の頭上から彼らの励まし合う声が、はい、登る登る登っていく。一段飛ばしで駆け上る。つむじ風のようにぐるぐると渦を描いて登っていく。いつしか後ろの4人とは距離が開いていた。多分ノナが足を引っ張っているのだろう。私は速度を緩めた。後ろの様子を伺いながらそれでも足だけは止めずに動かし続けた。とその時だった。私は気づいた。ない、純平くんからもらった宝物がはあ、ダクトを張っていた時には確かにあったはず。すると落としたのはダクトの脇道を滑り降りていた時か。引き返そう、そう思った。けれど後ろの4人には言えない。そんなことを言ったって引き止められるに決まってる。思うが早いか、私の体とっさに動いた。途中のデッキの接続部分、その踊り場のところに飛び込んでいく。壁の陰に身を潜めて息を殺した。なるほどね、だからみんな気づかなかったんだな。すると間もなく4人が頭上を見据えたまま風のように通り過ぎていく姿が見えた。いやいやいや、もうそんな心配かけるに決まってんだけどね、そんなの。4人をやり過ごしてから私はすぐに下へと向かった。足音をしなばせながら、ながらも転がるように階段を駆け下りていく。通路に飛び出し辺りを見回した。あった!それはすぐに見つかった。天井にぽっかりと開いたダクトの穴。その真下に宝物は転がっていたの。宝物ってなんだ?知らないですよね。私は急いでそこに駆け寄り、それを拾い上げた。慌てて引き返そうとしたその時。うわ!うわ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 。焼却炉の扉が開いた。その奥から一人の男が姿を現す。死神だ。本郷だった。本郷源太郎。今から9年後、一宮と呼ばれることになる男だ。いやー、よく戻ってきたね。本郷はそう言って、不気味に口元を緩めてみせた。まるで、骨格をピアノ線で釣り上げたような機械的な笑みだった。あの、爬虫類系の顔ね。さあ、一緒に行こう。実験の続きをするんだ。実験ね。私はゆっくりと首を振った。実験っていうか、ただの殺人じゃねえかよ。一歩、二歩、三歩。くるりと身を翻した次の瞬間、抜け出す方法があんのかな?実験ってことは。さあ、来るんだ。グローテスクな、眼精を放つ本郷。でも、結局さ、本郷さんここに閉じ込められてさ、9年後にね。でも結局抜け出せなかったってことは、やっぱ抜け出す手段がないってことなんだろうな、きっとな。いや、やめて、離して。でたらめに腕を振り回し、どうにかして本郷の手を振りほどこうともがく。しかし中学に上がってからわずか半年しか経っていない私が、大の男の腕力にかなうはずはなかった。まあな、ジタバタするな。言うことを聞け。本郷は私の腕をぐんぐんと引き寄せ、焼却炉の中に連れ込もうとした。私はとっさに叫んだ。お兄ちゃん、助けて。すると、あかね、ああ、繋がるわけか、そこに。そっかそっか。でも結局ね、開けらんないわけだからさ。これどうなん、直後。遅いんだよ、丸毛が。本郷は私の腕を手繰り寄せると、そのまま、投げ捨てるように焼却炉の中へと放り込んだ。キャ!私はゴロゴロと床の上を転がり、うつ伏せになってパタリと倒れた。素早く身を起こす。開け放たれた旧の扉に目を向けた。本郷の姿はすでに焼却炉の中にあった。
その肩越しに拳を振り上げて迫り来る兄の姿が見えた。しかしその拳が本郷の背中に達する前に、無情にも急の扉は轟音を響かせてしまった。なるほどね。本郷はつまらなそうに私の姿を自別すると、扉の脇に設置されたレッドの方へと足を伸ばした。ポケットから何かを取り出す。バングルだった。二つある。はぁ、なるほどね。彼はその二つのバングルを立て続けにスキャナーパネルの前にかざした。レッドの表示板にアスタリスクが二つと思った。それを確かめてから、本郷は存在な手つきで二つのバングルを投げ捨てた。どういうこと？そうだね。何これ、二つしかついてないって出れないじゃん。困惑する私をよそに、本郷は静かに去っていった。何もつけずに、まるで路傍の石ころの脇でも通り過ぎていくように。その数秒後、何かあるんだな、これ。なんか仕掛けがあるんじゃないのか。入り口側の2枚の扉が閉まった。はいはい。背後から扉を叩く音が聞こえてくる。私は振り返り、旧の扉へと近く駆け寄った。あかね、あれ大丈夫か、あかね。扉の向こうから声。気遣うような響き。お兄ちゃん、私は喉から血を吐くように強く叫んだ。ねえお兄ちゃん、どうすればいいの？閉じ込められたみたい。本郷は、反対側のドアから外に。なんだって。と次の瞬間、始まりました。タイムリミット。18分。どうなんでしょうね。なんか仕掛けがありそうな予感がしますが。はいはいはい。けたたましく鳴り響く警報。無機的に冷たいアナウンスの声。やっぱり、始まったな。サンタが自動焼却システムを作動させたんだな。あれ？あ、これ現在か。なんか、リンクしてますね、なんかね。リンクというか状況が似てますね。9年も経ってまた同じアナウンスを聞くことになるとはな。はぁ？なんなのよ。なんなのよ、あんたたち。さっきから9年前だろう。実験だの、わけのわからないことばかり言って、でもあなたの息子たちも絡んでるんですよ。あの子供たちね。ノナとかね。すまん、ヤシロ。とてもじゃないが、今は説明なんかしてる場合じゃない。無事にこっから脱出できた、することができたら、その時に教えてやるよ。まあ、無関係ってわけじゃないから、あなたも。でも、言いかけたヤシロの言葉を遮ったのは、例の非常なアナウンスだった。これが何、アカネさんを助けることにも繋がるんですかね。17分。聞こえたでしょ？それとも何て言ってたのかわからなかった。バカにしないでよ。今ぐらいの英語ならわかるわ。だったら。ああ、もうわかったわ。それじゃあもう聞かないわよ。さっきの話は後回しにしてあげる。だからその代わり、セブン、なんとかしなさいよ。無茶だなぁ。なんで俺なんだよ。無茶ぶりですけどね。でもどうすればいいんでしょうね。いいから早く焼却システムを止めて。どうやって。どっかに緊急停止ボタンみたいなやつがあるはずよ。ないよ、そんなもの。なんで知ってんだよ。9年前に調べたからだよ。ヤシロは深々とため息をついて首を振った。とその時だった。床の中央、黄色いラインで囲まれた部分に異変が。なんだこれは。俺は思わず呟いた。なんだよ、あれ。私は思わず呟いた。ん？なんなの？あ、リンクしてるこれ。